はい、マッソゲームズでーす。はい、今日もですね、マッソのマインクラフトやっていきたいと思います。今日はね、村人ゾンビを見つけてちょっとね、復活させるようにちょっと頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ちなみにね、こうカボチャとこのクリーパーの頭はね、ズボンだけ剥がせないとちょっと変態みたいですよね。変態だと思ってね、面白くてこうやっちゃいました。もっと変態が集まればいいなと思います。はい、ではやっていきましょう。何言ってた俺は。でね、村人ゾンビすぐね見つけて拘束したいんですけど、拘束しようと思ってるんです。でその後にすぐこうね、村人ゾンビを村人に戻したいんで、今のうちにねちょっと準備しときたいと思います。このようにリンゴをインゴットで囲みますと金のリンゴっていうのができるんで、これをねちょっとたくさん作っておきます。まあ2つ3つ一応作っておきましょうかね。3人ぐらいやりたい。はい、でこの金のリンゴを村人ゾンビに食べさせれば村人ゾンビが村人に変わるんですけど、その前にね、スプラッシュポーションっていうのをね作んな、スプラッシュポーション、弱化のポーション作んなきゃいけないんですけど、はい、でね、ポーション作っていくんですけど、チェストの中見たらずっと前にね弱化のポーション作ってました。トラップタワーでね一気に敵を倒せないかなと思ってその時に作ったやつなんですけど、この弱化のポーションをスプラッシュ、こう爆発というか投げたらこう働くようにいたしまして、この火薬でねこれを作ります。でこの2つがあれば実はねもうできるということなんですね。僕はまだ作ったことっていうか村人を復活させたことが実はないんですよ。はい、できました。スプラッシュ弱化のポーションという形でこれができたんで、もうこれで準備万端ですよね。あとは普通に村人ゾンビを探して囲んでという形です。どうしようかなとも思うんですよね。ここのねトラップタワーでゾンビをたくさん生成してあっちに運ぶっていう手もあるんですけど、はい、運ぶ手間がねかなりあるんで、今回はねこの村の近くでこう探していきたいと思います。ちなみにこの村なんですけど、前回まだ枠よここうとかねいろいろアドバイスいただいたんで、ちょっと松明の量を増やしたりなどなどしました。よし、ではここの家の周りでこれからちょっと探したいと思います。いないかな村人ゾンビ。村人ゾンビカモンカモン。この隙にも花を枯れます。村人ゾンビカモン。危ないな。おお、雲がめっちゃ現れてる。まあこれね、弱化のポーション作るときに必要ですからね。お、あそこに村人がいるぞ。村人っていうか敵がいる。おい、こっちか。村人ゾンビはなかなかいらっしゃらないですね。これも違うし、村人ゾンビ来ないかな。お、ちっちゃいゾンビもいた。やべ、やばいやつがいる。魔法使いがいる。やばいやばい、これ逃げろ。おお、いたー村人ゾンビ。彼、あ、しかも2体いる。やばい、これ奇跡奇跡奇跡。とりあえず拘束しよう。あ、やった、恵みの雨。
と、奇跡、よっしゃということでですね、村人ゾンビ確保できました。もうね、一瞬完全死んだと思ったんですけど、なんとか確保できちゃいました。ではこっからね、ちょっとね、スプラッシュポーションまず使って弱化させますね。せーの、ボン。俺も弱体化しちゃいましたね。で、ここに、お、すげえ、今の聞こえました？今金のリングを与えたらブシッって言いました。すげえ。で、これで数分経つといいみたいです。治療が進んでおります。果たしてどうなるんだろう。おー、村人になったー、すげえ。しかも師匠さん、これ超ラッキーじゃん。エメラルドゲットしやすい。しかもエンチャントの本ダメージ追加。おお、やったー、シシュさんだー。これはついてるぞ俺。で、村人さんを戻したいんですけど、また夜になっちゃったんで、ここにちょっと待機させておきましょう。いい感じ、やったー。まずね、1体ゲット、さらにもう1体ねゲットしたいんですけど、はい、今晩は全然現れなかったんで、さっきの師匠さんをまずね、村に戻したいと思います。ここに行けばいるかな。お、村の村人の声が聞こえるぞ。ここだな。よし、よし、ここにいらっしゃるから、ここからこう出てきて、ここに道を作って、こっから家に入れるようにしときましょう。こうしとけば村に帰るんじゃないか。ではちょっと行きたいと思います。まずはこう壊すと、はい、行け村人。行かないんだな、意外と。意外と行かないんだな、すぐ。お、来た！村人さん来た！お、村人さん、どこの家を選ぶんだろう。村人さん、どこを選ぶ？どこを選ぶ、あなたは。おーい！やったー！やったよー！嬉しい！もう一人ね、いたらいいんだけど、嬉しい！やったー！早くもう一人ちょっとね、作ってあげないと。で、ここをまず閉めましょう。you